皆さんこんにちは。こんにちは。浜川です。はい、明日頑張っていこう。はい、ということで今回の企画はカメラマンさんが脱いでと言ったらメンバーはどこまで脱いでくれるのか検証企画。やったはい、ということで今回は偽のアーシャ撮影ということでスタジオに来ています。ということで私も仕掛け人です。やった今回なんですけど、私たちがモニタリングルームからカメラマンさんに指示を出して、そのカメラマンさんがメンバーにそのままそれを伝えていただく感じで。ということは結構何でも言っちゃって大丈夫です。あ、何でもやっちゃって大丈夫ですということで早速協力していただくカメラマンさんです。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。よーい、ダッチ。手挙げてください。そしたらここで事前情報いいですか。マリンちゃんなんですけど、ハロプロが好きなのであまりグラビア系をやりたくないそうです。あー、確かにね。早速なんですけど、カメラマンさんマリンに肩慣らしみたいな感じで一発芸お願いしてもいいですか。あ、じゃあちょっと軽く取れたんで、はい、肩慣らしに一発芸やってもらってもいいですか。一発芸、はい。あ、いいですね。ありがとうございます。何やりますか。すいません、そしたら早速なんですけど、一つバフでやりたいんで、ちょっと見出してもらっていいですか、名前が。なのでちょっと肩出しとかお願いしてみてもらっていいですか。肩出しとかはできます。セクシーなので、こう見せるような。あー、これで大丈夫ですかね。ちょっとそんな感じ、はい、な感じ、はい、いい感じです。ありがとうございます。すごいセクシーじゃん。もっと顔もあるじゃあ、ちょっとすいません、カメラマンさん、時間停止系って撮れたりしますか。水着も私ちょっとそれに着替えてもらってもいいですか。水着今回持ってきてるので、あ、激ヤバカメラマンだよマジで。着ます。リフリダッシュコンプでどうですか。めっちゃ可愛いんですけど水着はやらないみたいな。じゃあ上だけ。いや上だけ。じゃあ下はどうですか。お願いします。はい、お願いします。あ、ちょっと違うんだよな。いや、でもちょっとこれがあれかも。
です。あ、お疲れ様でした。何ですか。はい、ということで今回の企画、カメラマンさんが脱いでといったらメンバーはどこまで脱いでくれるのか検証企画でした。結構ね、頑張ってはくれたね。結構頑張って肩とか出したんじゃないの。何が。一気にキャビンまで脱がせてもらっていいですか。ということで今回の企画、カメラマンさんが脱いでと言ったらメンバーはどこまで脱いでくれるのか検証企画でした。そんな水着いけんの。いけない。でもなんか編集でどうにかなるって、もう覚えちゃったこの子。編集でどうにかできるってこと、それを覚えたらね、ダメなの、まだ早い。ちゃんちーちゃんの事前情報いいですか。いただきます。ちゃんちーちゃんはめちゃめちゃグラビアに厳しいです。とてもももクロの桃田かな子ちゃんが好きなせいかグラビアを全くやりたがりません。会社のスタッフによりますと、はい、グラビアをやったら売れる、やりますかの質問に即答でノーと言ったらしいです。スタッフもさすがに諦めたようです。いやそうだよね。いやこれ無、これ無理じゃない。いやそういうのないから。聞こえますか。あ、じゃあ全裸で全裸はあれなんで、あ、じゃあカメラマンさんちにちょっと恋してる感じっていきますか。結構性格が暑苦しい部分があるので熱血気味に押すと結構いけるかもしれないです。どういう、なんかでも全然気にしなきゃいいんです。いやいや、ちょっと
もう変だったもんな、ね、今も途中からいろんな人格出てきて怖くてもはい、ということで今回の企画、カメラマンさんが脱いでと言ったらここまで脱いでくれるのか検証企画でした。よかったですよね。ですよね。ですよね。すごい怖かった。でもこれはいいんだね、キャミソールは。これはなんかいつもいや、ヒットも別に思わないけど見えてもいいやつ。ああ、おしゃれとしてね、ファッションとして。逆にさ、カイナちゃんのお話はいけんの？いや、いけないと思うけど全然。じゃあ次回カイナちゃんのね、グラビア撮影現場の密着とかでもお会いしましょう。はい、お嘘です。はい、お楽しみに。やりますから。